ベトナム共和国は、1955年から1975年まで、ベトナム南部に存在した国家である。ベトナム国の継承国であり、北緯17度線以内の地域を統治していたことから、南ベトナムと略称される。分断国家の一つであり、資本主義の立場から、社会主義のベトナム民主共和国と対立し、ベトナム唯一の正当国家であると主張していた。 そのため、西側諸国と国交があり、特にアメリカと親密な関係を構築し、協力関係を強化していた。そのため、東側諸国からは、アメリカの外来国家であると批判されていた。1975年のサイゴン陥落で、ベトナム戦争に敗戦し崩壊したことにより、国家としての実態は消滅したが、ベトナム国外では、 資本主義による統一を目指す一部のベトナム人たちが、ベトナム第三共和国や自由ベトナム臨時政府、といった南ベトナムの亡命政府をアメリカ国内で組織している。このうち、第三共和国のベトナム国内グループは2018年、ベトナム政府によって、テロ組織に認定された。第二次世界大戦後、日本軍の撤退と、 フランス植民地主義者のいない権力の空白期に、インドシナ共産党の統一戦線組織であった、ベトミンが、山岳地帯から都市部に進撃し、ハノイクーデターによって、チャンチョンキム政権を突如、崩壊に追い込み強引に独立宣言を発して、政権樹立をした。この動きに反対した、創主国フランスは、高知市の共和国を建国したり、 ベトナム臨時中央政府を経て、バオダイを国庁に担いで、ベトナム国を建国したり、新仏政権を樹立したが、いずれも民衆からの支持が得られないまま失敗し、やがてベトミン政権は、実質的に、中祖の支援を受ける、共産主義政権となり、フランス中流軍との間で、軍事衝突が起き、第一次インドシナ戦争に突入した。北ベトナムはソ、ソ連や 成立間もない中華人民共和国からの軍事援助を背景にフランス軍を追い込むことに成功した。この戦争に敗退したフランスの実情を憂いたアメリカはドミノ理論を提唱してアジアにおいて共産主義の拡大を防ぐためフランス撤退後のベトナムにおいて共産主義を嫌をする旧元朝の宮廷監視や民族主義者 自由主義者と計らい、1955年10月26日、アメリカの支援により、ゴディン・ディエムが南部で反対勢力を一掃し、国名をベトナム共和国として政権を発足させた。南ベトナムの地図国土面積は173,809キロ平方メートルであった。最高峰は、フエやダナンに近い安南山脈の後々山である。 熱帯モンスーン気候によって常に暑い。雨季は5月から10月。最後の月平均気温は25摂氏29度で、年間降水量は約1800ミ、mm、リメートル。議会制民主主義を標榜していたが、その短い歴史の中で軍隊がクーデターを起こすことにより対立する政権を転覆させ、国政を掌握させる事例が相次いだ。これは長らくにわたる。 植民地圧成下で宗主国による愚民化政策が有能な政治勢力の形成を阻んだり民族運動、独立運動を弾圧したことにも起因している。国家元首は大統領である。大統領の任期は4年。1966年に政権議会で憲法を起草し、1967年に新憲法が交付されている。この憲法には、 大統領は、選挙によって選出すること、副大統領制と上下両院を定めてある。この憲法候補に基づき、早速同年9月に選挙を行い、新憲法候補者であるグエン・バン・チューとグエン・カオキが、それぞれ大統領と副大統領に就任している。しかし、1971年の大統領選挙では、中大統領が有力対立候補の、貴副大統領や、 ズオン番民ンン将軍を選挙から締め出し、圧倒的多数で侵入されるなど、不正選挙も起こっている。通貨はピアストルであった。重工業はほとんど存在しておらず、軽工業及び農業が中心であったが、経済活動は活発であった。また、ベトナム戦争の影響で、農業、工業生産が低下、インフレを招き、そこに、 アメリカやフランス、日本などからの各種支援に大きく依存したという事情が合わさった結果、貿易赤字が年々拡大していくこととなった。1970年での総兵力が50.3万人。北ベトナムとの分断、戦時であったので、国防に5.64億ドルも使用している。基本的に西側寄りであり、アメリカと共に北ベトナムとの戦闘。 カンボジア侵攻を行っている。また、南ベトナム軍単独で、ラオスにも侵攻している。なお、カンボジアやラオスに侵攻したのは、ホーチミンルートを分断するためであり、あくまでも乗っ取りなどを目的にしたわけではない。都市部における公共交通機関は、バスやタクシー、シクロなどが中心で、鉄道もは充実しておらず、地下鉄は存在しなかった。 また、諸外国との交通手段は、近隣諸国との間は長距離バスが中心であった。なお、エアベトナムが、サイゴン国際空港と、東南アジア各国の都市に乗り入れを行っていたほか、日本にも、羽田空港と伊丹空港へ乗り入れていた。首都サイゴン周辺や、メコンデルタ地方では、サイゴン川、メコン川などの河川の本支流や、運河などの水路が発達しており、 伝統的なサンパンやジャンクを使用した水運が盛んに利用された。ここ、南ベトナムも日本との国交を持つ国家だったため旅行は可能であった。とはいえ、ベトナム戦争や巡戦自家期間が長かったので一般観光は難しいとされていた。ビザは不要で首都、蝶チフスの予防接種が必要だった。上述した経路だと7時間程度で着く。 1974年時点で44の小と11の直轄市から構成されていた。1973年の人口は1937万人であった。人口増加率が2.6%。民族構成は、ベト人やホワ族3%、タイ人、クメール人などのほか多くの少数民族がいた。割合では、ベト人が約90%。 山岳著民族5%、ヨーロッパ人が3%、それ以外が残りの2%。言語はベトナム語が公用語であった。その他、中国語やクメール語なども使われており、フランス領インドシナ時代の影響から、少数のエリート層の間では、フランス語も話されていた。宗教は、仏教が約70%と大半を占め、その他、道教を。 ローマカトリックなどがあった。またホアハオ教や根校宗教としてのカオライ教が強制を保っていた。ありがとうございます。